はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。行きましょう。プラス、おはようございます。笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます？ぽいぽい。ん？プレゼントが届いています。5.0.5。 達成しました。ご存知ですか？さて、前走アンタイステークス勝利しましたね。今回はですね、これが平安ステークスです。期待が持てます。元気ですね。先日の話なのですが、スタートのみっていうのがな。気合十分ですね。ベストバタージャー504キロ。今週はレースがあります。早いレース。死に馬道という手もあります。まずまずでしょうか。何か用ですか？うん、いい感じですね。余裕の一番人気です。お、一番人気になりましたね。ただいまより投票受付を開始します。秋葉スクリーンが一番右に20丸取られている以外は全部20丸こちらが取っております。さあ、京都競馬場スタート 1900m ヘアステークスです。
各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。さあ飛び出した12頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。ストロングパワーがかわしていきました。カパロエースマッチパスクリーンがその後ろ、10番アメリカンキキ、この辺りちょっと離れている11番平成シルバー、そして6番手にホワイトアローであります、その後ろでやりましょうか、悠々サンボーイブラールストーン、それから6番フォーエイダッシュ、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー外を通りまして平身ライジン、そしてその後ろからディープグローリー、一番後ろに12番ダイカツソブリン、もう一度先頭に戻りましょう。2番肩のエースがレースを引っ張るようになりました。その外アメリカンシジー、内を通って4番マッチパスクリーン、ばらけたレース展開であります。ストロングパワー下がって4番手、その後ろ3馬身くらいあって11番平成シルバー、それから足毛の馬体ホワイトアロー、そして内からは悠々サンボーイ、 それから7番ブラールストーン、そしてその後ろから光栄ダッシュ、もう1頭エイシンライジン、ディープグローリー、さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。肩のエース大歓声も後押ししているぞ、先頭肩のエース、しかし差はそれほどでもない、怖い馬が来た、8番エイシンライジン、ここでは負けられない、肩のエース大外から強襲、エイシンライジン、この場は粘れるか、肩のエース、肩のエース1着、後続を嘲笑うかのような逃走劇であります。いや逃げにしてからいいですね。うん、当然の結果です。フェアステックス制覇、1着2番2着8番3着4番以上のように確定しました。得意コースが分かりました。京都です。手押しいいですね。いいですが、放牧、どこまで放牧する必要があるか。もっと鍛えて上を目指しましょう。これであと60枚で3000枚いきます。勝ちにくくなりましたからね、これは貴重。用ですか。何か用ですか。ご存知ですか。これで506キロ。レースを選びたい。ムーランドオロセア賞もおすすめになるんですね。距離は加減だからな、おすすめ言われてもそんなに。いい感じはしないけどな。新潟記念出ましょう。竹豊か。何か用ですか。あと14周ですね。
何か。落ち着いた様子ですね。穏やかになりました。まずまず待ってたんだ。落ちている。いい感じですね。ちょっと疲れが心配ですね。今週はレースがあります。元気ですね。まずまずでしょうか。何か用ですか。いいですね。いい感じで出そうです。テカタック G3 で使っていきます。というか出すレースがないんですけどね。余裕の一番人気です。この一番人気 2.1 倍。ただいまより投票受付を開始します。芝でどうか。ダイワジェームスニフティダンサーパーシャンスポットこの辺りですかね。左回り新潟記念です。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。新潟記念12頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。ユーアビーム先頭、その外に9番バトルタイプーン12頭、これから向こう正面であります。その外スーッと肩のエースが上がっていきました。それからイブキ5-1リワードプランダーがその後ろ、ウェディングケーキ、そのうちにバンディリュー砲、そして外からは7番パーシャンスポット、その後ろでやりましょうか。レッドイットビー、ニフティダンサー、内を通りまして2番ダイワジェームス、ブラウンビートル、これがしんがりでやります。もう一度先頭から行きますと、完全と逃げた名手竹豊、天才ジョッキーの手綱さばきに注目が集まります。ちょっと離されまして、ユーアビーム、そして3番手にバトルタイプーンでやります。イブキ5-1内から1頭リワードプランダー、そしてその後ろからウェディングケーキ、そのうちバンディリュー砲、7番パーシャンスポット、外を通ってレッドイットビー、それからもう1頭3番ニフティダンサー。さあ新潟競馬場は大歓声であります。パタのエース大歓声も後押ししているぞ。一番内パタのエースが頑張っている。バトルタイプーンが3番手、さあ先頭はパタのエースが4馬身リード、まだ先頭パタのエース、ユーアビームが2番手、このまま粘れるか。パタのエース先頭、さあダイワジェームスがやってきた。ダイワジェームス2番手までか、恐れ入ったパタのエース、1着なんとまあ強い。いやーこれはすごい。いやしっかり強くなりましたね。ダートについてシワレースでも完勝です。おめでとうございます。1着11番2着2番3着12番以上のように確定しました。そうは毎朝刊提案されてますね。よく頑張りましたね。うん。まずまずでしょうか。いい感じですね。
何か用ですか？報告です。先日の話なのですが。はい、ということで平安ステークスに続いて新潟記念も勝つことができました。これで G3 ですが重賞3連勝ですね。残り期間短い。次は G1 と行きたいとこです。秋の天皇賞かな。このままペースで行くと。ご存知ですか？ご存知ですか？秋の天皇賞が10月を5週ですよね。10月を2週に戻っ、感じ3週に戻ってくれば。はい、ということで、受賞3連勝、殿堂馬入りを資格を得ましたね。天皇賞秋に出て G1 制覇を狙いたいと思います。あ、ヤマニゼファー1992円かな。エビナさんかな。エビナさん引退されましたよね、3月に。しっかり頑張って、いよいよ遅くはなりましたが重賞制覇、 G1 制覇狙っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。そしてよろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。プレイリストにこれまでの、動画載せております。こちらも説明欄にアドレス記載します。ぜひご覧ください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。